八戸学院光星高校出身、読売巨人軍の坂本隼人です。青森県代表を応援しています。ありがとう甲子園。高校球児頑張れ。まあ、僕はその高校3年間が一番ね、プロ野球選手という夢に近づけた3年間だったんで、本当に人生の中でもすごい大きなターニングポイントだったかなと思います。まあ本当に厳しく叩き上げられたチームだなって、3年間持ってやってましたし、本当にね、僕は寮生活だったので、本当に厳しい環境の中で、すごいそういう、ね、精神的な部分をそういうところで鍛えられたのかなと思ってます。まあ、やっぱりね、そのランニングっていうのは、青森だったんで、冬場はすごい走り込みが多かったんですけど、そのランニングのメニューっていうのはね、今やれって言われても、絶対無理だなっていうような、厳しい練習でした。僕は骨折2年目から、自分で試合に出させてもらいましたけど、その高校3年間の厳しい練習っていうのは、プロに入ってもすぐ、プロについていけたのかなというふうに思ってます。3年間やめずにできたっていうのは良かったです。僕は決勝戦、青森県の決勝戦に負けちゃったんですけど、その3年間の厳しい環境の中で、その大会試合が負けてしまった時にね、すごい達成感というか、負けてしまいましたけど達成感というのがあったんで、その夏の決勝戦負けた瞬間というのは、未だに、すごく鮮明に覚えてますけど、同世代の、田中と斉藤はすごいフィーバーしてたんで、そういう、試合を見て2人に負けたくないなっていうような、そういう気持ちになったのは当時覚えてます。高校3年間は本当に、一瞬で過ぎてしまうので、一日一日を大事に、みんなの夢に向かって一生懸命無駄にせず頑張ってほしいなと思います。高校野球は僕らの原点です。